音象徴は、音そのものがある、特定のイメージを喚起する事象を指す。近代言語学の父ソシュールが指摘したように、言語とは、恣意的な音声記号の体系であり、音声と、その指示物の間に直接的な因果関係はない。しかしながら、オノマトペなどは、他の語に比べて、指示性が低く、指示物との因果関係を強く持つ。実際に、心理学では、ブーバ、 効果として、言語音と図形の視覚的印象との連想が報告されている。そのような音声と指示物との因果関係が音象徴である。象徴は恣意的な記号と対立して用いられている概念である。実際に音の発生する現象を言語化したもの。言語学者の池上義彦は著書や著書をもととした中学校の国語教科書でゴロゴロと。 コロコロというオノマトペを例に引いて、高音象徴について論じている。実際には音のない現象、状態を音で示す機能である。例えば物体の大きさ、形状といったものを表す。例この他発音の持続時間、上昇や加工、聞こえの大きさ、繰り返しの有無などが音象徴の役割を果たしているのではないかと報告されることが多い。日本語には言語学で、 イデオフォンとして知られる、音象徴的、または、擬態的な単語が豊富に存在する。区分日本語の音象徴的な単語は、4種類に分類される。擬態語音のない事柄を擬態語で表現することは、英語などでは、非常に少ないため、擬態語をオノマトペに含めないのが普通である。しかし言語によって状況は大きく異なる。特に、日本語は、 音と関係のない様子を表す、擬態語が豊富であり、英語ではこれを、ジャパニーズサウンドシンボリズムと呼んでいる。日本語では、擬態語と、一般的な副詞等との境界も曖昧である。例えば、しっかりは、肩の上では、擬態語的であるが、古くからの副詞しかとも関係があると思われる。たっぷりは、擬態語であろうが、擬態語でない、やはりが、擬態語風の、 やっぱりに変化することもある。また、ちょうどは、擬態語、あるいは刀が鞘に収まる音などを表すオノマトペに由来するとされるが、現代では、ちょうどの当て字もあり、擬態語とは考えられていない。また、バタン、ドキドキのように、擬態語とも、擬音語とも取れる語が日本語には存在するが、その多くは、擬音語が、擬態語としても使われるようになったものと考えられる。 音そのものがイメージを持つという見解は、古今東西、様々な文脈で語られてきた。西洋では、プラトンの対話編、クラテュロスにおいて、古源学の一種として語られている。日本の江戸時代においては、音技説として語られた。研究、実験は多く行われているものの工程へ、否定それぞれの報告があり、現在のところ一定した見解は出ていない。 ただし、2000年代に入ってから音象徴を研究する、研究者の数は急増した。夫・イエスペルセンは、音増設を弁護して、このように書いている。いかなる種類の音象徴をも否定して、すべての単語を音と,と意味の偶然で、合理的な理由のない連合の集まったものだと、するような逆の極端な立場はより論理的だろうか。中略。 その後の意味する概念を表現するのに適当だと我々が本能的に感じる単語があることは否定できない。言語、その本質、発達、起源エドワード・サピアによる共感覚的音象徴工程の報告ユニバーシティ・オブ・シカゴ・ハイスクールの生徒を中心とする500名を被験者とし、音と大きさのイメージの関係について実験を行った。その中で、A、 愛の組み合わせの刺激音において、a の方が大きいと答えた被験者が約75%から96%であったことに着目して、共感覚的をと象徴肯定の報告とした。また、11歳以上の人間に関しては、年齢は回答に影響しないこと、被験者の言語に関する教養の高も影響ないこと。 被験者の母語言語環境が影響しないことを報告した。ジョン・ジェオハラによる共感覚的音象徴工程の報告。フリークエンシーコードの提唱。トーンの高い音、第二フォルマントの高い母音及び、高周波の死因は高周波の音。小さいもの、鋭いもの、素早い動きを表す。トーンの低い音、第二フォルマントの低い母音及び、低周波の死因は低周波の音。 大きなもの、柔らかさ、鈍重な動きを表す。共感覚的音象徴の普遍性否定の報告前下高ボインと小ささ、高ボインと大きさの関係が逆になっている例を示した。ドナー5においては、前絶強ボイン、I が大きいものを、高ボイン、A、O などが小さいものを指示する語例が非常に多いことを報告した。英語のビッグ・スモールも、 この一例であるとする。ニューマン、ツルフライズ、タルトベレットによる共感覚的音象徴肯定の報告、アトセット、スロビンによる共感覚的音象徴否定の報告がある。ありがとうございます。